옷이 좀 큰 것 같아. 크기는 아주 맞춤옷처럼 딱 맞는구만. 안녕하세요, 타옹입니다. 오늘은 우미마치 차차차から 한국어를 勉強してみましょう. 옷이 좀 큰 것 같아. 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 의미와 服가 조금 大きい気がする. 大きいと思う. という意味になります。ここでですね、突然することになって、Tシャツを借りているんですよね。なので、ちょっと大きめですよね。なので、ちょっと大きいと思う。大きい気がすると話しています。ここの語尾の訓語かて、大きいと思う、大きい気がするの、にうんうんごかて、形容詞プラスにうんうんごかてを使った例文をいくつか紹介いたします。ぜひ覚えてみてください。 서희짱과 키가 좀 強いと思う. 서희는 키가 좀 센 것 같아. 서희는 키가 좀 센 것 같아. 今日は昨日より 天気가 暖かい気がする. 오늘은 어제보다 날씨가 따뜻한 것 같아. 오늘은 어제보다 날씨가 따뜻한 것 같아. 오니짱과 닥산 아루이타카라나노카 아시가 이타이미타이. 오빠가 많이 걸어서 그런지 다리가 아픈 것 같아. 오빠가 많이 걸어서 그런지 다리가 아픈 것 같아. 유미가 기레이になったと思う. 유미가 예뻐진 것 같아. 유미가 예뻐진 것 같아. 크기는 아주 맞춤옷처럼 딱 맞는구만. 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 はい、意味は大きだなんてとても仕立てた服みたいに、オーダーメイドの服みたいにぴったり合うんだけど合うじゃんみたいな、そういう言い方になります。はい、ここの釘のキーヌなんですが、大きだなんての何々たなんてという言い方ですね。これは後で例文を紹介いたします。 そしてこのマチュのチャロンのマチュダを合わせる人に、例えばいろいろ話を合わせるみたいな、 そういう意味もできますし、このマチュダは服が一緒に来た時はオーダーメイドという仕立てた服という意味としても使われる動詞です。マチュダ、マチュダ。そして最後のこの当万能くまんのくまんなんですが、これは何々だなとか何々じゃんみたいな、そういう簡単するような、そういうイメージの言い方になります。 はい、では何々気ぬの何々だなんてを使った例文をいくつか紹介いたします。ありがとうだなんてまた必要な時お気軽におっしゃってください。困っきぬんよと필요할때부담없이말씀하세요。困っきぬんよと필요할때부담없이말씀하세요。難しいだなんて簡単だからもうすべて終えました。어렵기는요쉬워서벌써다끝냈어요。 어렵기는요, 쉬워서 벌써 다 끝냈어요. 전부 시다다난테, 멘독사이카라 마다 시테마센. 다 하기는요, 귀찮아서 아직 안 했어요. 다 하기는요, 귀찮아서 아직 안 했어요. 옷이 좀 큰 것 같아. 크기는 아주 맞춤옷처럼 딱 맞는구만. 本日の 레슨가 요깟다나, 또 오모우 미나사마. ぜひいいね押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。안녕。